はじめまして、谷口徹です。喋る動画は初めてなんですけど、よかったら最後まで見てください。お願いします。今日は自己紹介と今後の活動についてお話ししたいと思います。まずは自己紹介から、えー、谷口徹と申します。ピアノを弾いてます。今までクラシックとかジャズとかいろいろ演奏してきました。あと去年はロックのカバーとか自分で作った曲とかも演奏しました。好きな食べ物は辛いもの全般。嫌いな食べ物はカキです。はい。 ということで今後の活動ですが、今年は自分の世界観をガンガン出していく予定です。例えば、ギターの人が使うエフェクターをキーボードにつないで音を歪ませて曲を作ったりとか、あと絵を描いたりとか、とにかくいろんな新しいこと初めて表現していきたいなと思っています。また、音楽理論のオンラインレッスンも始めようと思っていて、それに伴って音楽理論について喋る動画も撮っていこうと思っています。楽しくためになる動画になればいいなと思っています。 他にも24時間ピアノ弾き続けるみたいな、えー、YouTuber っぽい企画もやろうと思っているので、よかったらまた見てください。とまず今日はこんな感じで終わろうかなと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録お願いします。